今回はですね、元夢見るアドレス選手の荻野かりんさんが一体何をしているのかっていうのを見ていきたいと思います。キャワイイですね。夢アドはあんまり知らなかったんですけど、そのちょっと見るぐらいだったんですけど、一番推しは荻野さんでしたかね。アイドルブームだったんでいろんなアイドルを見てましたね。AKB ブームですかね。乃木坂ができたぐらいの時の、その、一番熱かったのは、夢アドが、あといろいろあったりね、だったりとか、Twitter をやってるみたいですね。宣伝が多いな。11月15日イベントもやってるみたいですけど、 YouTube をその結構喋りが達者なイメージだったんで YouTube をやってほしかったんですけど、ちょっとだけ調べたんですけど出てこなかったですね。やってるかもしれないけど、何してんだろう。インスタが主なんですかね。 Twitter は宣伝用みたいな。どうなんだろう。フォローしとこう。夢アドのメンバーみんなやってんだね。どうなんでしょう。フォロワーさんっていうのは、Twitter は9万人ぐらいのフォロワーだったんで、昔からやってるんでしょ。Twitter は昔からやってるから、多いんでしょうね。Twitter のいいねがあんまり多くなかったですね。アイドルの。もっとアイドルというか、割と有名な割に、9万人フォロワーの割には、いいねがあんまり多くなかったっていう。アルタを貸し切って、ファンが、オフィートムービーなんかを作ってみるか、すげえ。グッズも出してみたいですね。ロンティ、おしゃれに、絵柄が小さいんで、おしゃれには見えるかな。顔ゴーンって乗ってるのはね、着にくい、アイドルグッズとしては着にくいかな。タレントグッズとしては。TikTok もやってるみたいですね。何やってんだろう。独占フォロワー。結構多いですね、やっぱり。ダンスが遠いから。多いんですかね。髪が派手ですな。胸揺れないかな。胸揺れろ。頼む揺れろ。揺れなかった。胸の大きさとかが魅力ではないんですけど、荻野さん。あとはアメブロはやってるのかどうか。今も。これは違うんか。昔のやつか。ツイッターにリンクが貼ってあったんで、見たんですけど、もう停止。アメブロは停止と。これかな？違うか。これ、さっきのやつか。ディズニー。なんとなく違うかもしれないですけど、彼氏はいそうな感じがします。間違ったらごめんなさい。ただの勘なんで、商売の邪魔になったらすいません。消します。すいません。夢アドは多分解散したと思うんですけど、ちょっと寂しそうな表情をしてたんで、ちょっと残念かなっていうのはあるんですが、頑張ってほしいですね。応援は今でもしてますけど、結構笑顔が好きだったんですね、僕。
笑顔がうまくて。でもなんかやっぱ大変かもしれないですね、現状でも。これは男と撮ったんじゃないの、これ。どうなんだろう。まあ、恋愛商売ですからね、アイドルも。難しい。なんかアイドルをガンって終わった後はどうなん、きつい。もう YouTube を徹底的に、ヒロシさんみたいに専門的な YouTube アカウントを作って、キャンプならキャンプみたいな一個絞ってやるのが一番強いと思うんですけど、ちょっと僕ね、YouTube は増えてきてますけど、ね、コンスタントに上げれないっていうのがきついと思いますけど、ね、他の仕事も兼ね合いで、頑張ってほしいです。